南側です。引き続き新幹線ご利用のお客様、つきましては11番12番線ホームでお待ちください。新幹線の各駅に停まるやまびこ57号盛岡行きは12時39分に11番線から、全席指定の小町21号秋田行きとはやぶさ21号新青森行きは12時54分に12番線から発車いたします。在来線各線お乗り換えのお客様はお茶の階段をご利用いただき、在来線乗り換え改札へお進みください。東本線の小型行きは2番線から12時45分、仙石東北ライン快速石巻行き13時20分に1番線、常磐線山下駅5番線より12時37分、原野町行き6番線より13時17分、空港アクセス線仙台空港行き3番線より12時42分、東本線の上り白石行き6番線より13時1分、仙山線 AC 行き7番線より12時45分、快速の山形行きは8番線から13時1分、仙石線は地下のホーム10番線より東庄川行きが12時36分、高木町行きが12時50分に発車いたします。お忘れ物はないでしょうか。お手荷物よくお確かめください。棚にお乗せいただきましたお荷物、お席の上、お席の下、お席とお席の間、シートポケットの中、物枠のようなどお忘れ物を行っておりますので十分ご注意ください。本日は東京駅からの東北新幹線やまびこ207号ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点仙台に到着をいたします。